毎度陽一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。ちょっとまた忘れ物したんですよ。ちょっと見せます。最近ね、この音声との音声がねちょっと気に入っている GoPro のこのマイク付きの GoPro なんですけど、海で使ってるやつは別で、まあこれはこれでもう一個持ってるんですけど、 SD カード入れるの忘れました。忘れん坊将軍です。まあこっちのね、ビデオカメラでもすごいいいんですけど、持ち運びがねちょっと大変やから、もう外撮りから専門にしようかなとかって思ってたんですけど、今日はこっちへ行きたいと思います。さあサーフィンやっていきたいと思います。あとあれですね、ちょっと時系列的にパンパンと前回前々回の動画と、ずれてるんですけど、その前々回のその前ですよね、大きな反響を出したあのコメント欄荒れ倒してる動画なんですけど、あの見てくださった皆さんありがとうございました。僕は正義の盾を振りかざして、攻撃的になったわけでもではなく、ただ僕はね、違和感と嫌悪感を感じたので、それってどうなのってスレッズでやったっていうのを、あまりにもスレッズが、バズったというか、まあ、多くの人たちが見られて物議を醸し出したので、陽一チャンネルでも出して、なんていうんですかね、まあ自分は真っ直ぐな気持ちで生きているというその姿勢だったので、やりましたと。この陽一チャンネルでも包み隠さず、やってきてますという感じですね。このチャンネルが僕の世界の全てやと思っておいてもらったらいいです。っていうのは、まあここで全部さらけ出すってますということですよね。ここで言ってることが、隠さずやってることが僕の、サーフィンライフの全てなので、はい、ご理解いただければ、ご理解というか、まあそれをちょっと知っとってもらえたらいいなと思います。波ありますよ、今日もあります。波があるからここに来ました。結構ね、ここから見てて、あ、まあまあ波ちっちゃいのかなと思うけど、普通に頭ぐらいのが炸裂してます。まあ誰も入ってないんでね、ちょっと波の感じがわからなくて、ここ結構ストレートやからあそこで割れんねんけど、まあめっちゃ速いのよね。もうちょっと向こうの方まで行けば、うん、もうちょっと向こうに行けばいいかな。このコースライン見えます？コースラインにこうぐーんとね、左にカーブしていってるんですよね。なんかこのカーブしていってるところをなぞっていけば、どこかこううねりの、今ここでストレートに当たってるけど、ストレートに当たっててこうやってるから、こうここでこう、わかります？こうなってて、ここ今ここの部分でここがストレートに当たってるから、こうなってるところに行けば、こうレギュラーがこう段々畑みたいに割れるっていう、まあそういうところがあるはずなんで、風もオプションが吹いてるんで、ちょっと波探しに行きたいと思います。本日もどうかよろしくお願いします。はい、今ね移動しています。もうちょっとサーフィンしやすいところがあるはずなので、こっちに向かってます。もう家を出てからね、まあここまで、まあ、40〜50分走ってるんですけど、僕の記憶が正しければ信号に1回も引っかかってないんですよね。めっちゃ走りやすいです。オーストラリア、このゴールドコーストエリアね、ゴールドコーストからまあ外れてる、ノーザンニューサウスウェールズなんですけど、まあ、ちなみに詳しく何年に今どこどこにいますって言わないかっていうと、なんかサーフィンって、まあ、釣りとかもそうやけど、人が殺到するから、こう YouTube でここはどこどこですって言うたらあかんみたいなこう流れがあるじゃないですか。でゴールドコーストはもうスーパーメジャーやからさ、例えばもう東京の渋谷とか代官山とか、もう誰もが知ってて、もう人が集まることがもう分かりきってて、もうそのために街が設計されてるみたいな感じやから、ゴールドコーストはもうどこでも言うていいんですけど、ニューサウスの方はね、やっぱりこう何て言うんですかね、ヒドゥンスポットというか、あんまりこう言わん方がいいっていう風にね、もう一回ちょっとこうオージーからも、注意されたことあるんですよね。撮影するなじゃなくて、いちいちこう何て言うんですかね、このここはニューサウスウェールズ州のどこどこですって、サムネに出すなってね、もっとこうクールにいけっていう風に言われ
決してローカルの権限でローカルオンリーでビジターを排除しようっていうことじゃなくて、やたらめったら人が集まるっていうのはサーフィンにおいてクールじゃないから、まあここはノーザンニューサウスウェルズ、ノーザンニューサウスウェルズって言えっていう風に言われてるので、まあそのね、そういう風に言われたらなんかこうこっちも聞く耳持ちやすいというか、あ、そっかクールじゃないからかと思って、だから言わないようにして、今ノーザンニューサウスウェルズに来ています。こうやって駐車場入っていきます。もう波ありそうや。ありますね、ありますね。ロングボードが必要なんちゃうのか。結構サイズもあるな。こんな感じで乗れるのか。ショートボード乗れるのかな、これ。ちょっと波が張ってきてない気がする。入ったで乗りにくいなって。はい、ここでちょろっとできそうなところを見つけましたね。今ローカルキッズがね10人近く入ってるんですよね。中学生ぐらいの年の子らかな。であそこのビーチにコーチがいるから、多分地元の、サーフのチームかな、か地元のサーフィンのサーフブランドかなんかのチームかな、なんか分からんけど、まあインサイドで速い波で、そんなあれやね、大人数が入っていて乗れる波じゃないんで、人数が増えたらもう乗れない波っていう感じかな。今は潮回りを考慮したら、まあ、後でいろいろブレイクが始まったりとか、アウトでもちょっと割れてるからね、そのブレイクが始まったりとかすんのかなっていう感じやけど、でこっちニューサウスウェールズ州はクイーンズランドと比べて時間がね1時間、進んでるんで、今クイーンズランド時間やったら朝の6時半やけど、こっちはもう7時半になってて、もうあと30分もすればこの子たち学校行くから上がるんですよね。そうなったら大人が入ってくるのか、それとも貸し切り状態になるのかっていう感じなので、もうちょっと様子を見て、まあ準備だけちょっとしていこうかなと思います。まあ波はまああるっちゃありますね。入ったら入ったでむっちゃ楽しい波ですね。速いしトリッキーな波で、普段まあ僕が乗ってるような波で、惚れてる惚れてる惚れてる、ドカーンと惚れるから、まあちょっと面白くなりそうですね。うん、今嫁から電話があって、息子が高熱出してるから帰ってきてくれって言われたんで、ちょっと今からサクッとサーフィンします。これね、子育てやってる人たちはそういうことあるあるって言って共感してもらえると思いますし、今まだこう独身でとか、こう、まあ、子供は結婚してるけど、まだ子供はいなくて、これから先みたいなことを考えてる人たちにとっては、うわー、子育てしてたらそんな、なんか突然子供が熱出して家帰らなあかんとかあんのか、だるーって思われるかもしれないですけど、これもパートオブライフです。自分のね、親がやってきてくれたことで、それがあるから今僕たちがこうやって健康でね、大きな大人にまで、成長することができているということでね、とりあえず時間なくなったんで海に入ります。さあ入っていきます。ボードは安定のジェームソン君です。ほんま言うたらこういう時こそミッドレングスを持ってくるべきなんでしょうけど、最近ショートにはまってしまってるので、ついついやってしまいましたという感じです。とりあえずほんま時間ないんで行きますよ。本日もどうかよろしくお願いします。ここはローカルオンリーと書かれているちょっと気まずいポイントでの撮影なので、あんま派手なことはできません。ちょっとちょろちょろっと乗ってインサイドの目立たないところで波待ちっていう感じですね。奥にはミッドレングス系の
オージーたちが波待ちしてるので、そこの横に並ぶ勇気はないですね。こういうのがちょっと割れるかな。むずいな、ここの波。意外とこのポイント流れが強いんでね、パドルではちょっと戻りにくいなっていう感じで、まあ、隣のビーチまで来ました。このボードね、今の最後のね、あのトップ、あの軽いセクションであれぐらいのボトムターンでもトップでくるんとね、あの板を返せるっていう楽しいね、この軽い波、パワーレスな軽い波でも、パワーレスは言わんかもしれんけど、まあ自分にとって合ってるっていうことやな。楽しい。さっき思い出したけど、このボードの作ってる人、このボード作ってる人地元ここやわ。ジェイソン会ったことないけど最高やな。せっかくゼロが来てくれたんですが、セッションの予定やったんですが、僕はこれから帰ります。 I have to go home。 残念残念。 This is life。 That's life。 This is life。 At least I got a few waves。 Yeah, just a few waves, but I enjoy it. Feel good. So I'll see you next time.はい、行きましょう。皆さん、はい、慌てて帰っているわけなんですけど、カランビンのあたりでね、大渋滞に巻き込まれてるんですよ。毎日渋滞してます。なぜかというと、まあ工事渋滞というか、その道がね、ほんま3車線ぐらいないとあかんぐらいの交通量なんですけど、ここは2車線になるんですよね。だからなんですけど、このね、これ皆さん共感していただけると思うんですけど、渋滞の先頭にいるやつ頭叩きたくないですか。お前がさっさとアクセル踏まへんから、お前後ろが詰まってるやんけって言いたくないです、ほんまに。だから僕、渋滞が抜ける瞬間結構加速しますからね。頭叩かれるの嫌やから。でも前のやつ絶対分かってないのに、はたきたい。ほんまに、俺はよ行けってはたきたいです。ほんまに。And, yeah, it's just unlucky that the women aren't
quite able to either find themselves in the right position. I'm not too sure. We saw, heard from Amelie in the last heat saying that, yeah, she was off, out of positioning a little bit. Here we go. Amuro having a look. She's starting to get a little bit antsy. やばいやばいやばい。4時チャンネルやってる場合じゃないです。今ちょっとね、カノア君にポカリを、これもう日本でしか買えないやつで、日本の人にもらったんですよね。いつか俺がサーフィン、あのデカナムが来て疲れてる時とかに水分補給とかで飲んでやろうかなと思って置いてたやつを、カノア君に使いました。カノア君今熱が40度あります。4時チャンネルやってる場合じゃないですね。とりあえず、看病したいと思います。また続きをご覧ください。さあというわけでね、天気のゴールドコーストです。カノア、How are you feeling? Good. Good. 今日は、ハッピーハロウィンの日で、カノア君ほんま学校の日なんですけど、まあ用心してもう一日休もうということで、今日は僕と一緒に過ごしています。これから僕はね、やっと散髪です。やっと散髪です。初めて行くところなんでね、どうなるかわからないですけど、ちょっとやってもらうことにしました。そしてね、皆さんがどれほど興味あるのかわからないですけど、これ音声入ってしまうな。皆さんがどれほど興味あるかわからないですけど、これです。WSL の QS のイベント、フィリピンでやってるやつですね。ちょうど今岩見天使選手がですね、キャバリタローカルのやつとね戦ってて勝つんですよ。もう勝つことが、決まってます。ニードが 8.07 が出てて、もうねあと4分しかなくて、プライオリティをね、天使が持ってるんですよ。岩見天使ね、僕ね何回か追ってて、で一回写真も撮ったことがあってて、結構ね僕ね選手好きなんですよね。なんかこう若いのにね、体も大きくてね、堂々としててサーフィンもかっこいいんですよ。で静かな感じで、僕そういう人間結構好きで、密かなファンで、ね、今こうやって見てたらね、クォーターファイナルを抜けるんで、もう次セミファイナル進出ですね。岩見天使セミファイナル出場です。僕はね彼あたりがCT 来るんじゃないかなと楽しみにしてるんですよね。今18やから、来年ぐらいちょっと頑張って行ってくれないかなと思ってます。やっぱこれぐらいの年になってきたらね、自分の子供でもおかしくないぐらいの年の子たちがこうやって世界線を回ってね、CT 入りを目指してる、世界戦ってるっていうことでね、なんかこう同じサーファーとしてもファンになって、で親心としてもやっぱりねこう応援したいという気持ちが強いんですよね。まあ、だからこそサーファーにいろんなスポンサーがついてもらいたいです。サーフブランドだけじゃなくて一般企業のスポンサーもついてもらいたいんですよね。だからね、サーフ、これまでサーファーたちが、ローカルサーファーたちが築き上げてきた閉鎖的なね、排他的なイメージ、それをね払拭できるようなね、これからのサーフィンでありたいなと思うんでね、もうこれはもう過ぎたことで、あんまりもう触れたら触れんでもええやんって感じなんですけどね、未だにコメント欄が荒れに荒れております。前の動画ね、ウェットスーツ会社の社長が客をバカ野郎呼ばわりしたっていう、あんなことあったらねダメなんですよ。別にバカ野郎呼ばわりはね身内同士でしたらいいんですよ。もうそれを SNS に書くことによって、いろんな人が見ますから、僕とね人のフォロワーだけじゃなくて、サーフィン業界いろんな人たちが見ます。そしてサーフィン業界いろんな人たちが見て拡散が広がっていったらね、あれですから、一般企業も見ますからね。一般企業のスポンサーがねサポートが欲しいんですよ。サーフィンは一般企業はなんでそこで出てくんねんって言われるかもしれないですけど、一般企業のサポートなしでサーフィンのね、スポーツとしての発展、日本のサーフィンのスポーツとしての発展がね、ないんですよ。お願いしますよ皆さん、サーフィン盛り上げていきましょう。我々の子供たち、こういった僕の子供とかですよね、将来ねプロサーファーとして、まあこの子がプロサーファーになるっていうわけじゃないですけど、こういう世代がプロサーファーとしてやっていくときに十分にねその活動ができるような、そういう土壌がね出来上がってたら
いいなとね僕はね思うんですよね、うん、お願いします皆さん盛り上げていきましょう。さあ散髪が終わりました。皆さんいかがですか。これいいか悪いかは別として、まあすっきりしましたね。実は3ヶ月ぶりの散髪で、こんなに散髪いかんかったのはまあ久々なんですよね。まあっていうのは職場、まあで帽子をかぶってますって、大体の時間を、まあ、仕事の時間じゃないですか、まあ、1日、まあ、1週間トータルでほぼ、ね、で帽子かぶってる時間が多いし、そうじゃない時っていうのは、まあ、サーフィンしてるから海に入ってるし、で、まあ、そういったことをトータルして、まあ、街に出ることもないし、でちょっと、レイジーな感じやったんで散髪行かなかったんですけど、やってもらいました。韓国人の姉さんにやってもらいました。姉さん言うてもまあ姉さんですよ。お姉ちゃんじゃないですよ。僕らがお姉ちゃん言うときはまあちょっと若い子を言うんですけど、姉さん言うときはあれね、おばちゃん言わないですからね。やってもらいました。実にね久々、多分 7,8 年ぶりぐらいにいつもやってもらってる人とは違う人に散髪してもらいました。やっぱ手順とか手際とか全然違うね。カットしてる感じとか。どうしたんカノア。え、カノアキックしたん。どう、なんでこうなったと思う。わかんない。多分あそこに車が突っ込んだよね。で、散髪しながら QS 見てたんですけど、岩見天志選手勝ちましたね。これでセミファイナル進出です。音声つけて見れんかったんで、インタビュー見れんかったんですけど、これ言おうと思ってね、QS のコメンテーターとインタビュアーに和光大プロがね、和光大プロなのかな、和光大くんがね、言ってるんですよ。で最初僕、それ和光大くんが向こうにおるって知らなくて試合見てて、で英語と日本語で両方でコメントしてくれてるコメンテーターおるなと思って、で英語聞いてた俺ネイティブと思ってたから、で日本語もえらいうまいなと思ってて、って思ったら途中でそのコメンテーターの相手方、その男と女2人組でやっててさ、もう一人の女の子がジェスっていう子が、ジェスがダイって言ってたから、ダイってことは多分和光ダイやなと思って、で後からこれインタビューしてるとこ見てたら和光ダイ出てきて、ああいうのですよね。サーフィンってさ、やっぱ国際的なスポーツやから、その英語と日本語両方使える選手が出てくるっていうのは、ああいう感じで活躍してくれるっていうのはすごくいいことやと思います。でね、やっぱ昔日本の選手がその QS 出てきて、勝利者インタビュー受けてる時に英語で質問されてんのに、もう丸々日本語でしか返してないっていう、その質問に対しての答えじゃないような、もう英語は分かんないからもう日本語でとりあえず喋っちゃえみたいな人たちがいて、それに違和感がすごいあって、やっぱりまあ英語だけが全てじゃないけど、一応英語が共通語っていうことになってるから、まあ、覚えるのは最低限やし、もうこっからの時代ね、英語喋れてなんぼみたいなあると思うから、これからの若い選手たちも英語どんどん覚えて、稲葉玲央選手も英語でインタビューきちんと答えてたし、女子の子たちもみんな英語で答えるしね。今回負けちゃったけど、マニアサイちゃんとかも英語ペラペラやし、だからちょっと英語も勉強していきましょうか。僕も勉強しますし、今度ねきちんと英語の勉強方法とか、こっちでの何て言うんですかね、そういう学習の、ヒントとか、そういうのもねお伝えしていきますんで、これを見ているねおっさんサーファーたちももう一回英語勉強したらいいなと思うし、お子さんおられる人たちにも、まあ、サーフィンだけじゃなくて英語もしっかりとね、学習させていった方がいいんじゃないかなとほんま思います。まあ、世界が全然違うと思いますよ、喋れたら。うん、あえて和光大君とかもね、彼多分現役のプロやと思うんですけど、コンペもまあね QS 回ってて途中で回らなくなって、でその回った終わった後にそのセカンドキャリアとしてね、ああいうところで活躍できてるっていう、やっぱそれはね英語が喋れるからやと思うんですよね。だそういうのを目指していきましょう、みんなで。はい、頑張りましょう、頑張りましょう。そういえばね、うちの子たちなんですけど、カノア君まだちょっと調子悪くて、
で言うてる間にあの上のお姉ちゃんが今朝熱が出てみたいな感じで今家族で回してます。皆さんもどうか体調崩さず気をつけてください。さあ海に入る前に大事なのはね、どこでどんな波がブレイクしててどこを自分が狙いに行くかっていうのをですね、しっかり入る前に、ブレイクを観察するっていうのが大事なんで、まあ、慌てて入らずにちょっと見ていきましょう。 D バーはね何回も言ってますけどメロウな気持ちでは波取れないのでアグレッシブに行きます。ガツガツしますよ。うー気持ちいい、最高やな。一本目、十本乗ろう、十本。あと7本いけるかな。僕ねちょっとインサイド気味に座ってるんですよ。何がすごいからみんなが見逃したやつを乗るという。僕はいつもね海の中こう水中潜ってその映像を皆さんに見せてるのはこのね海のエネルギーを皆さんに伝えたいからです。伝わるんですよこれが。いきますよ。最高にエネルギーもらいますよ。元気になりますよ。あと3本いたいたよ、いけんだい。きれい、すげえな、最高に気持ちいい。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやね、このボードね、レールがこう薄いんですよね。このここの部分
ここの部分のレールが俺なんか結構好きで、あの今日みたいなコナミのインサイドで、あのパワーレスな波でもこうなんかさ、なんていうの、こうパタパタ弾いて波の上をこう跳ねていくサーフィンでもいいねんけど、なるべくこう波がさ短かったから、あのパワーゾーンが短かったから、なるべくこう何走りすぎたくなくて、できる限りその短い距離の短いパワーゾーンでサーフィンしたかったから、レールをねこう頑張って入れたらやっぱりこうなんていうのかな、パワー、波ボードにスピードがつくから、それやってんけど、こうレールが入りやすいんだよね。このだからといってペラペラでなんか扱いにくいとかじゃなくて、いい感じです。はい、最高に気持ちいいです。あとで、ね、一個分かったのが、あのサーファーっていうのはこの生きるためのこのエネルギーをもらうのに海に絶対入らなあかんなっていうのは、思いましたね。今日とかやったら、まあ波予報とかやったら、もう今日波ないから家で寝とけよみたいな状況で、でまあここに来たらね、365日中なんか367日波があるぞっていうビーチなんで、してみたらやっぱこんな感じでね、ちょこっとサーフィン、楽しめたんですけど、結局10本乗れたしね。でもう海に入った後のこの高揚感、なんていうの、アドレナリンとかドーパミンとか、ロキソニンとかなんかいろいろありますけど、もうふわふわな気持ちでいっぱいです。多分ね、皆さんも同じような気持ちになるんじゃないですか。だから僕らはね、海に、通い続けるんでしょうね。サーフィンし続けるんでしょうね。このもうサーフィンというものが好きで好きでしょうがないですね。ずっとこうやって楽しんでいきましょう。そしてね、あの最近僕、自分の中でこう思ってるのが、年齢も重ねてきたし、経験値も上がってきたし、いろんなことが分かるようになってきたんで、あの子供たちの育成にもね力を入れていきましょう。はい、自分たちがサーフィン楽しむっていうのも大事ですけど、特に日本のねサーフィン界の未来を明るくしていきましょう。僕らが楽しんでいるこのサーフィンをね、未来の子供たちも、安全に、楽しめるように。そしてね、やっぱ波っていうのは世界中、地球の中で世界中どこにでもできるもので、で、世界中の波を追いかけて旅をするとか、そういうサーファーもいたりとか、あと試合に出てね、あの多くの人たちに、夢や希望を与えるというプロサーファーというね、人たち、そういったプロサーファーになりたいという夢を持っている子どもたちをね、ぜひ応援していきましょう。今の時点で僕が何かこう大きなことができるわけじゃないですけど、こういう声かけをすることによってね、僕ら大人たちがそういう意識で子どもたちを見ていけるようになるんじゃないですかね。そしたら、日本のサーフィン界のその、お金を取り巻く状況だったりとか、システムだったりとか、いろんなことをね、もうちょっとこうしたら改善できるんじゃないかっていうような、アイデアが皆さんの中から生まれてきて、いい将来が、いい未来が作れていく、僕はそういう風に信じてますので、ぜひ、共感いただける方、チャンネル登録といいねボタンとコメント欄にコメントとよろしくお願いします。これからもぜひ楽しんでいきましょう。それでは陽一チャンネル、スピリットグッズ、また次回の動画でお会いしましょう。バイ。